皆さん、おはようございます。お目覚めいかがですか？今日もがっつり覚えていきましょう。では今日の擬声語、擬態語は、十分に、また確実に物事を行う様子。韓国語ではこのように表現をします。コンコミ、コンコンミ、コンコミ。では例文を聞いてみましょう。구석구석까지꼼꼼히씻으세요。구석구석까지꼼꼼히씻으세요。隅々までしっかり洗ってください。このような例文でしたね。今日お風呂洗いを誰かに頼んだら、この言葉を思い出してくださいね。では今日も良い一日を。ファイティーン。